ゲンナディオス・ニセイス・ホラリオスは、コンスタンティノープルの陥落後の正教会の、コンスタンディヌーポリ総主教。コンスタンティノープルの支配者が、東ローマ帝国から、オスマン帝国に移行した時代における、最初のコンスタンディヌーポリ総主教である。また、優れた哲学者、神学者でもあった。俗名は、ゲオルギオス・ス・ホラリオス。聖である、シグマカイ・ラムダ・ロイオタは、 古典ギリシャ語再建音からは、スコラリオスとも転写できる。修道名、ゲンナディオスと俗名を組み合わせて、ゲンナディオス、ゲオルギオス・スコラリオスと表記されることもあるが、このように、修道名と俗名を組み合わせた表記は、多言語及び、正教会では、一般的ではない。コンスタンディヌポリに1400年頃生まれ、同地で教育を受ける。マルコス・エブゲニコスに学ぶ。 アリストテレス哲学の教養を備え、同時代人より、西方教会の進学に明るかった。哲学を講じた後、東ローマ帝国皇帝ヨアニス八世パレオロゴスの下で裁判官を務めた。フィレンツェ公会議では、当初、東方教会と西方教会との合同に賛成していたが、しマルコスの説得により、 事故の過ちを認めて、意見を変え、しマルコスの死後、時のコンスタンディヌーポリ総主教が、合同賛成派であった際に、合同反対派のリーダーとなった。グリゴリオス賛成によって、職を追われた後、修道士となり修道名ゲンナディオスを受ける。東西教会合同反対派リーダーとしての、ゲンナディオスの立場は、その後も変わらなかった。アギアソフィア大聖堂の夜景。 周囲の4本のミナレットは、モスクに改修された際に付け加えられた。博物館を経て、現在は再びモスク。1453年5月29日、オスマン帝国のメフメト2世による侵攻により、コンスタンティノープルが陥落した。メフメト2世は、アギアソフィア大聖堂をはじめとする多くの聖教会の聖堂を接種して、 イスラームのモスクに改修するなど、聖教への抑圧策を取る一方で、拡大する領土における、聖教と怪獣統括するために、信頼のおける、総主教を必要としていた。人選が行われ、ゲンナディオスが適任とされるに至った。ゲンナディオスはその時、コンスタンティノープル陥楽時に、奴隷の身分に落とされて、エディルネで、トルコ人貴族のもとにいたが、 メフメト二世の命令で解放された。1454年1月、ゲンナディオスは総主教に着座。ケンズエ、十字架、ローブは、メフメト二世が与えた。座所は接収されたアギア・ソフィア大聖堂ではなく十二、使徒聖堂。オスマン帝国時代のコンスタンディヌーポリ総主教には、離職と復職を繰り返したものが珍しくなかったが、ゲンナディオスは、その最初の例である。 これは、オスマン帝国地下では総主教が継続して、在任できる年数に制限が設けられたためである。ゲンナディオスは在任中、オスマン帝国の下で、聖教徒に係る司法等を担いつつ、聖教徒の権利保護のために尽力した。永民した年は、はっきりしていない。ゲンナディオスは、優れた哲学者、神学者でもあった。 ゲンガディオスがアリストテレス哲学をプラトニズム及びゲミストスプレトンから守ろうとしたことは交換に参見される正方協会の進学をアリストテレス哲学と結びつけ東方教会の進学をプラトン哲学に結びつけるといった通俗的解釈傾向が誤っていることの証拠となる東西協会の合同に反対するようになってからは フィリオクエ問題に関連する著作も書いた。ゲンガディオスは、トマス・アクイナスの著作のギリシャ語訳と解釈も言った、ことにも見られるように、西方教会の神学、哲学に対して、シマルコスと同様に明るく、その上で、精力的に、西方教会の考え方を批判した。またユダヤ教やイスラームに対しても批判する論文を、残した。 メフメと二世からその学識により尊敬を勝ち得ていたゲンナディオスはメフメと二世の求めに応じて聖教信仰についての著作、告白を手紙形式で表した。当初版はギリシャ語、ラテン語であったが間もなくトルコ語に翻訳された。1530年にはウィーンで1582年にはフランクフルトで出版された。 聖教と宛ての手紙という形式を取った著作も晩年に残している。塩の七尾による小説、コンスタンティノープルの陥落の中に、東西教会合同反対派のリーダーとして登場する。ありがとうございます。